大阪府仙南市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学校2年生から野球を始めると、大体大府中学校では巡航式野球部に所属。大体大波小高校時代は、大阪の大一ピッチャーと評されるも、春夏とも、阪神甲子園球場の全国大会に出場できなかったため、プロ志望届を日本学生野球協会へ提出せず、 大阪体育大学へ進学した。大阪体育大学では、一年時の阪神大学野球春季リーグ戦で開幕投手に抜擢されるとベストナインを獲得。一年時の秋に右肘を痛めてからは、同期の松葉隆大と並んでエースとして活躍した。リーグ戦では、通算29勝9敗、防御率2.00、274奪三振を記録。 リーグ MVP を3回、最優秀投手賞を1回受賞している。2012年の NPB 育成ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから1巡目で指名。支度金300万円、年俸240万円という条件で、育成選手として契約した。背番号は121。ちなみに、ドラフト会議の直前から TBS テレビ制作の ドラフト緊急性特番。お母さんありがとうの取材クルーが宮川に密着。同番組への出演中に指名を受けた。2013年、イースタンリーグの公式戦で、主に中継ぎとして、6月までに3勝0敗、防御率2.89を記録した。6月2日に支配下選手契約へ移行するとともに、背番号を90へ変更。さらに、 同日の出場選手登録を経て、6月5日の対東京をヤクルトスワローズ戦に救援投手として1、軍デビューを果たした。8月4日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、先発の戸村健二が4回3失点で降板したにもかかわらず、打線が5回表に、NPB 新記録の1イニング72塁打で7点を上げて逆転。 5回裏から2番手で登板した宮川は、残りの3イニングを5安第1失点でしのぐと、1軍でのプロ初勝利を記録するとともに、チームの7連勝に貢献した。育成選手として、NPB の球団へ入団した投手が、1年目に1、軍公式戦で、勝利投手になった事例は初めてであった。8月27日の対オリックスバファローズ戦では、2番手で登板すると、 大学時代に AS の座を争った松葉との投げ合いが初めて実現した。9月23日の対日本ハム戦で1、軍初先発を果たすと7回を1アンダム失点に抑えて2勝目を挙げた。1軍公式戦全体では17試合の登板で2勝、0敗1ホールド、防御率2.45をマーク。レギュラーシーズン終盤の10月19日には TBS テレビで 放送のバースデーでプロ入りまでの反省が改めて紹介された。巨人との対戦になった日本シリーズへの出場資格者名簿にも登録され、第4戦の4回裏に2番手投手としてポストシーズン初登板を果たした。しかし、先頭打者からの2連続支球と長野久吉の敵地打で一点を失い、4人目の打者、寺内隆之に対する頭部付近への支球で、 日本シリーズ史上3人目の退場処分を受けた。日本シリーズで登板できたのはこの試合だけで、1アウトも取れなかったため、シリーズでの防御率は記録上無限大になっている。チームの日本シリーズ初制覇によって進出した台湾でのアジアシリーズでは、地元の統一セブンイレブンライオンズと対戦した11月19日の準決勝に先発。しかし、 二回途中三失点という内容で敗戦投手になりチームも決勝進出を逃した。2014年オープン戦で出遅れた影響で5月20日にシーズン初の出場選出登録。登録後の一軍公式戦には主にロングリリーフで起用された。7月2日の対オリックス戦からは先発陣の一角に定着。一軍公式戦では 前年と同じ17試合の登板で3勝1敗、1ホールド、防御率4.29という成績を残した。しかし、右肘頭の疲労骨折が判明したことから、レギュラーシーズン終了後の10月15日に骨の移植手術を行った。その影響で、手術後の10月28日には、球団から支配下選手契約の解除を通告。月日には、 再び育成選手契約を結ぶとともに、背番号も入団時の121に戻した。2015年、前年の手術からのリハビリへ専念したことに加えて、夏場に右ひいのクリーニング手術を受けた。2軍でも実戦登板の機会がなく、支配下登録選手への復帰も見送られた。2016年、2軍救援陣の柱として、 イースタンリーグ公式戦17試合に登板すると、防御率2.95をマーク。7月17日には、支配下登録選手へ復帰するとともに、背番号を再び90に変更した。7月18日には、自身2シーズンぶりの出場選手登録を経て、対日本ハム戦への救援登板で1、軍公式戦への復帰を果たした。2017年、 イースタンリーグ公式戦12試合の登板で2勝3敗、防御率3.91を記録した。しかし、一軍公式戦への登板機会がなく、シーズン終了後にはサンタビ旅育成選手契約を締結。背番号も121に戻った。2018年、イースタンリーグ公式戦6試合に登板したが、勝敗はつかず、防御率は10.80にまで達した。 支配下登録選手への復帰や一軍公式戦への登板に至らないまま10月1日に球団から戦力外通告を受けた10月31日付で NPB から自由契約選手として公示されたが育成選手契約関連の規約に沿った過去の公示と違って球団は宮川との再契約に至らなかった11月13日に12球団 合同トライアウトへ参加。シートバッティング方式で3人の打者と対戦したところ、最速時速148キロメートルのストレートで三者凡退に抑えた。チームの略称は2019年までが、武蔵2020年以降は埼玉。2018年12月7日に、埼玉武蔵ヒートベアーズが、投資コーチとの兼務扱いで宮川と契約したことを発表した。 背番号は18。2シーズン在籍し、2020年シーズン終了後の11月16日に埼玉武蔵ヒートベアーズを対談することが発表された。2021年1月31日、古巣である東北楽天ゴールデンイーグルスの打撃投手に就任した。ストレートと変化球はカーブと2種類のスライダーが武器の本格派右腕。 請求力に課題を残す。楽天への入団後は、二度にわたる右ひいの手術や投球フォームの改造によって、ストレートの最高球速が時速1 4 7トルから時速1 5 1トルにまで向上。ストレートで常時時速1 4 0トル台の後半を計測するようになった。ありがとうございます。